かわいい？それは、とてもありがたいことではあるのだが、そのように迫られると、どうしたらよいのかわからなくなってしまうのであって。美人？あ、ここはそのような言葉を交わす場ではないはずです。好意はとてもありがたいものです。ですがあなたと私は敵対する者同士。そもそも私は。え、あ、おい、待ちなさい。私を好いていると言っておきながら言い逃げとはどういうことです？おいおい、あ、そうでした。完全で逃亡を許してしまうとは、なんという不覚。すまない。団長殿、しばし頭を冷やしてくる。君以上に。ありがとうございます。ロゼッタ殿、昨日は私の不手際で皆さんにご迷惑をおかけしてすみませんでした。雑念を抱き剣を鈍らせることは、実は過去にも何度か経験してきたことなのです。その度に雑念を振り払うため、丹念に打ち込み剣技を磨くことで自分の心を納得させてきたのですが。でも、お恥ずかしい限りですが、おっしゃる通りです。ねえ、悩みに正面からぶつかるですか？ええ。恋？何を？私はただその雑念を捨てられれば。でも。だから？それは。そういうものでしょうか。そうね。でも、そうですね、そうだと思います。
団長殿に迷惑をかけぬためにも、私自身雑念を振り払うためにも、しばし時間をいただけないでしょうか。ねえ、ロゼッタ殿、それは私には似合わないですし、着るなどとても。あら、私としてはもっとおとなしめのものを。あれは、これ、ん？あ、これは。いえ。ええ、ですが、あなたもでしたら、私は他を当たることにします。あ、何か？ああ、いや。そのような、私はファッションのことにはあまり敏感ではありません。そうなのですか？洗練？それは。ねえねえ。あら？同じ服に興味を惹かれてしまったようなのです。お恥ずかしい話ですが。そんな時に。そういうことでしたら、私が身を引きますので、問題は。待って。え？僕の方こそ。いらっしゃいませ。いや、私は。わあ、あら、それは一体どうしてですか？どうしてって。ありがとうございます。それじゃ。いろいろと申し訳ないです。謝ることなどないですよ。いらっしゃい。お？わあ！ええ。
団長殿もこうして見るとまだまだ幼さが残りますね。え？ねえ。いや、それは何と言いますか。はい。実はなぜか先ほどの店を出た時から胸のざわめきが止まらないのです。こう今まで抱いたことのない感情が湧き上がっているのを感じると言いますか。またお会いできるのならお会いしたいという気持ちが止められないのです。おう！やれやれ。は？あなたたち、往来で見苦しいです。無礼を改め、非礼を詫びて、直ちに去りなさい。おいおい。煩わしいわね。おい！な、何をする！話せ、貴様！仕方ありません。不本意ではありますが、ここで一度誓いを破らせていただきます。徹夜利用兵団統領ヘリアがあなた方の相手になりましょう。さすがです。訓練にもならないな。大丈夫ですか？あれ、どこにしまったんだったか。こっちではないし。ん？どうやらハンカチをなくしてしまったようで、確かこのポケットに。もしかして。え？やっぱり。あなたは。そこ。ありがとうございます。なあなあリース、同じ日に。そうですね、本当に偶然。こんにちは。家族？はい、そうですね。皆さんは今の私にとって家族同然に大切な方たちです。そうなんだ。たった一人の家族だから。そうだったんですね。それで妹さんへのプレゼントを。何を贈るかは決まったのですか？そうですか。それに関しては少し責任を感じてしまいます。何の？
私がですか？それは、そんな大役、私に務まるかどうか。気楽に。デート？君のことを。私でよければよろしくお願いいたします。こちらこそ。早く着きすぎてしまったのだろうか。いや、でも、事件に巻き込まれてしまったなどということはありえない。お待ちしてました。ご無事な姿を一目見れて安心しました。どうかしましたか？徹夜利用兵団。え？君は？お？なぜそのようなことを？いいから。いかにも、私は徹夜利用兵団の統領、ヘリアです。それが、何の真似ですか？君。待ってください。何のことだか私にはさっぱり。あんたは。え？一夜にして。当時僕たちが敗戦国の僕ら兄弟は傭兵とはそういうものです。戦いの中に身を置いている以上、覚悟を決めていたはずです。あんただって。人の心は。だから僕は。その程度ですか？私に近づいたのは、そのためだったんですね。そんなこと。僕は君に。
物。あ、危ない。どうして。少しの時間でしたが、あなたとのおしゃべりはとても有意義な時間でした。私たちは生きるために傭兵という道を選んだのです。何を嘆こうとも過去を変えることはできません。これ以上は互いに無意味な傷を残すだけです。次に相まみえた際は、鉄槍傭兵団統領ヘリアとしていつでも相手になりましょう。そこまでだ。訓練にもならないな。恋をするということは、とても刺激にあふれ、感動的で、命がけなのですね。はい。ですが、当分恋はお休みします。家族を探すため、父より授かった剣技をもっともっと磨く必要がありますから。さて、明日からまた特訓再開ですよ。団長殿。もちろんお付き合いいただけますよね。